こうかな。え、大丈夫ですよ。本当？でもエリオル君に来てもらえてよかった。そうですわね。やっぱりレモンフェザーケーキの本場英国の方に教えてもらった方が良い仕上がりになりますもの。うん。でも大道士さんならレモンフェザーケーキでも簡単に作れるのでは。私はさくらちゃんのビデオを撮らなくてはいけませんもの。今までお料理をされるさくらちゃんを撮るチャンスがなかったんです。今回は柊沢君が来てくださって本当に良かったですわ。ともよちゃん、じゃじゃーん、素敵ですわさくらちゃん。ともよのカードキャプターさくら活躍ビデオ日記2。ねえともよちゃん、今度は本番の方で大きいのを焼くんですね。うん。どなたが召し上がるんですか？すっごくお菓子が好きな人。ほえ？カップケーキ5個だっけ？私はさくらちゃんを取っていたのでわかりませんわ。確か7個作って1個僕がお土産にもらったので残りは6個だったと。そうだよね。どういうことでしょう？この家の中でこんなことをするのは。ですわね。エリオル君、ごめんね。ちょっと待ってて。すぐ戻りますわ。はい。エロちゃん。なんや。エロちゃんでしょ。カップケーキ食べたの。何言うてんねん。お前が外に出られへんようにってリボンぐるぐる巻きにしたんさくらやないか。そうだけど、でも証拠は？絶対出てきちゃダメだからね。エリオル君、ごめんね。すみません。いいえ、ではそろそろ僕は帰ります。え、帰っちゃうの？すみません、ちょっと用があって。ケーキはあと焼くだけになってますから。すごい、さすがですわ。頑張ってくださいね。いい匂いしてきたね。もうすぐ焼き上がりそうですわ。この匂いケロちゃんにも届いてるかな。おそらく。いい匂いはしないのに。もうまだ先見たら届けてくれんかな。もうしなきゃ。でもどうしましょう。ケロちゃんですわ。あ、そうだ、あのカードを使えば。